さあ今日も龍が如く極みや。ん？もしもし。ああ、キルちゃん。あ、レナ。私、レイナよ。ああ、どうした？伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの。ロックでもねえな、お前。来てくれないかしら。わかる。それじゃ。なんで刑事の介護をヤクザがしないといけねえんだよ。おかしいだろうがよ。まあしょうがねえな、呼ばれてからには。というわけで、龍が如く極み、やっていくかい。まあでも、あらかた用事が終わったところで、何すんのかなと思ったら、まさか伊達さんが酔いつぶれると。ほいじゃあ、セレナに向かいましょう。ん？ダーター！エルボードロップ。あ、この人2000円持ってる人じゃない？これ。ほら。これで2000円札1枚ゲットだ。よしよしよし。これ1枚2万だったっけ？ 10 倍になるからね。めっちゃ美味しいわ。で、セレナと。まあ、ある程度サブストーリー進めたおかげか、戦闘も結構楽になりや。ああ、キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。はるかはどこ行ったんだよ。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間、ずっと飲み続けててね。俺がバカーラを。ブラックジャックで所持金を溶かしている間にこんなことに。悪いな、待たせたな、伊達さん。懐かしいな、携帯。強い酒なの。こんなに強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。刑事クビになりそう。さや娘か。なんでいつも来てくれないのよバカ。は、なになに。さやって女からだが、伊達さん、約束すっぽかしたようだな。事業参観か。それ、伊達さんの娘さんよ。え？さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ？そこに第三公園って小さな公園があるの。伊達さん、なんで行かなかったの？伊達の娘に会え。なんで俺がそんなことしなきゃいけねえんだよ。いや、まあ伝えに行くか。折り返し電話すればいいと思うんだけどな。酔いどれ公園か、第三公園って。なんでお前。お前、俺ん前無断で通る気か。ええ度胸してんなよお前。言い過ぎだろ、度胸があるやつが。じゃあお前、酒持ってねえか。なんだよマジで、どいつもこいつも。いいもん、酒なら何でもいい。まあでもちょっと日本酒は渡さないといけないから、じゃあちょっとビール買えますか。ここで日本酒はね、日本酒しか飲めないじゃん。いらっしゃいませ。酒配り歩いてる男になっちまったよ、キリちゃん。じゃあ芋焼酎、高えな、プレミアムモルツ。よし、ありが金失いすぎて俺1000円に敏感になってんだよ今。あ、持ってきたぞプレミアムモルツ。いいもんくれるって。何くれるんだろう。はい、お酒ってのは体にいいんだし、血管も広がり血の流れが良くなるんだわ。実は酒飲んでるやつの方が長く生きるってのも知ってるか。嘘だよそれは。度過ぎた印象は逆効果だと思うが、そんな話はどうでもいい。いいもん、酒臭い10円。なんだこれは。へえ、10円。10円だって立派なお金なんだぜ。まあまた酒をよろしく頼むわ兄ちゃん。とんでもねえクズだなお前。酒は降りるか。にも一生関わりたくねえわこの木。ねえおじさん、暇ん？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。遠行か？どういう意味だ。え？どういう意味って。ごめんね、やっぱなんでもない。でもどうすんのさや。すぐに見つかるって、行こう。さや。ちょっと。伊達さんの娘か。いや危ない危ない、もうちょっとでブスとか言いかけたわ。危ないわ。か
顔濃いなお前。伊達さんは知ってんの？伊達さんの娘って感じするわ。はあ、知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。そうだよ。関係ないでしょ。ちくりたきゃちくりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さあや。なんでそんなに金必要なんだ？遠行してまでよ。おじさん、さやの味方？多分な。そっか。実はね、さや、変な男にはまっちゃってんだ。何？翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。なんだよ今の音。それで？なんか金のかかる男なんだって。見つがしてんの？あの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ほう。ねえおじさん、あの子やばいかも。おじさん強そうだし、さやのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？じゃあとりあえずチャンピオンが行く。そこまで言うならチャンピオンが行きますか。伊達さんの娘さんとんでもねえな。そんなことしてんのかよ。もう右だな。よーし、ここら辺だな。これか、シュレックみたいな名前の店。なんでか忘れたけど、あれこれ。なんか見たことあんな、この店。いらっしゃいませ。怖いマスターじゃねえのかお前。翔太郎はいるか。お客さん、知り合いかい？翔太郎の友達だ。パチコ。そうだな、一つゲームをしよう。え？うちで一番高いものを当ててみな。ガタガタ言うなお前。おい、口の聞き方勉強してくるんだな。いらっしゃい。お客さん、知り合いかい？誰でもいいだろう。おい、お前なんでそんなことしなきゃいけねえんだよ俺が。お客さん、知り合いかい？友達だよ。そうか、そうだな、一つ。響き17年。ふん。でな、バカにしやがってたよね。おい、これいる？お客さん、知り合いかい？そうだな。いや、これでしょ。ゲームをしよう。クルボアジュ XO でしょ。ふん。で直してきな。何やねんこいつ。マジでムカつくわ。お客さん、知り合いかい？こんなんも当たるまでやればええやんけお前。山崎25年。一つゲームをしよう。わかりやすい質問だな。いや、お前もう3敗しろ。もう、わかりやすい質問だったか。気に入ったぜ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって見せた。殴るぞお前。この町一のホストになるんだと。なるほどね。何でもいいけどお前んとこの酒は絶対に頼まないよ俺。翔太郎ならどこの店。ゴミ店舗じゃねえかよ。あんだけクイズ出しといてもういねえよとか。お前これってミニゲームのつもりなのかな。ん？うまっ！明らかに。よし、じゃあタクシーでも何でも使って行っちゃいますか。よーし、スターダストの前に着いたな。ここら辺だって。あれ？カズキは？ああ、よかったよかった、知り合いか。1時間ぐらいしたら戻ってくると思いますよ。え？翔太？あ、キルさんお一人ですか。よし。おめえはいんのかよ。いらっしゃいませ。ゆうや。お一人ですか。いや、相変わらずお前。翔太ってのは来てる。顔の下半分でけえな。ええ、翔太なら。でもまさかこのホストクラブに入ってる。あそこにいるのがそうです。ああ伊達さん、なんで来たの。伊達さんか。さや。え、お父さん。お客さん困ります。どけ。翔太、大丈夫。さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ。今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それはお父さんはいっつもそう。あったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして。そのくせ
こんな時だけ父を破る。さや。帰るね。さやちゃん。くそ。家族付き合い下手なんだろうな。伊達さん。何よ、あんたたち。ん？さや。誰だ？ちょっと話して。おい、何やってんだ。何何？その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社の借金が。え、借金してんの？関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女、ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。ああ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ。おっさんも買ってくれや。最低だ。俺やろう。お父さん。うわい、キリュウ。キリュウ、お前、てめえら覚悟はできてんだろうな。やってやろうじゃねえの。話は後にしようぜ。脱線しながら戦うのこれ。おお、いいね。街のギャング、やべ、ナイフ持ってる、かっこいい。はい、おいおい、うえよいしょ。オタクだよてめえ。おい、しゃあ全員来いや。うれい、強すぎんだろ、キリュウ、マジで。俺は、あの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。うん、遅いっすね、伊達さん。言うよ。一人で行っちゃったけど、大丈夫ですかね。ボコされてそう。様子を見に行くか。結局ついていくんだろう、どうせこれ。あ、カズキ帰ってきてるじゃん、お前ら。あれ、今日はなんかソーシャルディスタンスが。すみません、キリュウさん。いや、いまさか。マジでいいやつだな。店にツケがあるなんて。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。めっちゃ売れてたんか、翔太バンス。ああ、ホストが店に金借りることです。ほう。自分のお客さんが払えなくなった分を自分で立て替えるんです。へえ。回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつはその借りを返すために。いや、ちょっと考えづらいですね。うん、うちの店はバンスに金利も期限も特にないですから。翔太がやったってわけではないの。翔太はどうしたんだ。今日は早番だったんでもう上がりましたよ。うん、翔太どこ行って。ゆうやはどう思う。ちょっと気がかりですね。ほう。何がだ。翔太のことです。売り上げもいいし礼儀も正しいんですが、ほう、なんか悪い連中とつるんでよく遊んでるんです。変なことに巻き込まれてないといいんですが。もうお前のせいで巻き込まれることが確定したわ今。じゃあもう行っちゃいますか。多分伊達さんの後を追うことになると思うんですけど。キリュウさん。ん？さや。翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。ほう。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのが。そうだよ。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがない。スーパー正論。私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。こいつも伊達だけどな。ねえキリュウさん。クソツッコミシリーズ。私。お前も伊達だけど。お父さんも心配。そのマチキンの場所わかるか。マジでいらんこと言ってるこれ今。
ピンク通りの花形ビル。うわあ。そこがあいつらの事務所なの。行くぞ、さや。お前も一緒に来るんだ。金借りたんはなかったことにならんからな、さや。伊達さんは絶対今頭下げてると思うぞ、俺は。おーい、お兄さん。で、着替えたの。まあいいや、さや行くぞ。えらい距離近いな、お前、その喋り方。ほら、これが大人のタクシーだ、行くぞ。ここだな、ピンク通り入り口。この BGM、1でもかかってる。イベント中 BGM みたいなやつ。うおあったさあ、すまない。お父さんよりも大事なコインロッカーの鍵があるんだ。世の中には。すまない、ちょっと待ってくれ。チェリューさんって、お父さんとどういう関係なの？ん？ヤクザと警察。仕事関係で世話になったことがあってね。うまいこと言うね、キリュウ。やっぱり、そうじゃないかと思ったのよね。うん。わかるのか？だってキリュウさん、どこからどう見てもヤクザだもの。四課の人って、本職の人よりそれっぽいって言うじゃない？え？あ、刑事だと思われてるのか？ほんと、刑事って周りのこと見えてないんだから。もっと普通の公務員らしい格好をしてほしいのよね。まあ、そういうことにしておくか。ここが花形ビル。ああ、伊達さん。お前ら。ねえ、あんた。はっ、翔太。さやの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ？店のツケが20。俺が建て替えたから利子と合わせて400。は？翔太さ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったら、さやちゃん、しょうがないでしょ。ん？おい翔太、何やってるんだ。こいつ、サツか。そうだよ。へえ、四か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたら、さやの借金。翔太毒図やん。全然ええやっちゃうやん、こいつ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ翔太。なんで？薄情な親父だね、あんた。娘、大事じゃないの？大事だ。大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはさやより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？何？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねば、さすがにお前らでも逃げきれないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。うわキリエ。お父さん。なんだてめえ。あんた初めからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。かっこいい。もう入るタイミング完璧すぎ。キリエやっちゃってくださいよ。ショウタ。ふん。セーイセーイ。でいい。死んだ。さあ来いよ。よれ。いいね、ここ椅子いっぱいあってよ。おい、何回でもしばけるぜ。
翔太強くない？翔太強くない？ほっよっ。グリグリ足の裏だったわね。よいしょ。はい、翔太、終わり。めっちゃ経験値くれる翔太くん。神ストーリーじゃんこれ。おい、あと池田おめえだけで。お疲れさん。ザコフェイス急に。20が400だって。冗談にしても笑いやしねえな。高すぎんだろ気流が。キリキリ金利が。出せよ。借金、本物の借金取りがいるからなこっちには。そんなん借りができたな。認められるわけねえよ。いや。お父さん。ん？普通の女子高生なんだな。そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。は？いらん。お父さん。さや、俺はダメな親父だ。10年前、お母さんとお前から逃げ出した。だから、お前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サエが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。伊達さん、キリュウかっこよすぎだろ。立ち去り方、キリュウの立ち去り方かっこよすぎだろ。あ、伊達さん、その出勤したのか。課長、何か。ああ、室井さんかと思ったわ。ちょっと話がね。所長、何のお話でしょうか。首。10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。何？どの件でしょう。交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。お、おい、伊達君。おー、全然やめる気ないやん、伊達。は？今のが伊達刑事かね。はい。誰だこいつ。どうだ、須藤君。須藤？誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか。わかりました。須藤いたな、そんなやつ。さあ、というわけで6章が終わり。ん？あ、錦パートだ。今日の柏木に涙ながらに謝った後だよ。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。おお、島野。島野のおじき。聞いたで、踊れの子分に手合いとるようやの、錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。賢いからな、島野。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。
どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうややったら、そんな連中選ぶはずないやろ。確かに、なんで松重とかにしたんだ。まあ、嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな、これだけは覚えとけ。風間はな、キリュウに組を持たせたいだけや。キリュウのやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが、キリュウの評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や、うん、ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。錦の味方誰もいねえ。錦の味方この世に一人もいねえだろこれ。さあということで次回は第7章竜と恋やっていきます。